皆さん準備できました。見てごらん。まずちょっといろいろ紹介したいんですけど、まずここは広くなった。餌のところ増やして、あの水やってくれるスプリンクラーみたいなやつ、効率が上がりました。そしてあと何が変わった、ここで、まあ、じゃがいもとか入れて、ここに蜂蜜置いて、ここでバイオフュール、まあ、燃料ガスができて使えます。ここに入れて、ここにバッテリー置くと充電できます。そして見て、蜂の巣4つもあります。でここは隣で、あの花が生えてたら、まあ、蜂が来て蜂蜜作ってくれる。これ1本でも、ほら音が止まったでしょ、1本でも抜けちゃったら、あの蜂が仕事してくれなくなる。と今戻ってきたでしょ、が蜂蜜作ってバイオフュールここで拾って、あとりあえずここに置いとくようにしてる。前はご飯もなくなって大変だったでしょう。大変だったよね。で本当はサメやっつけてる時に、まあ、全然その肉でやっていけるし、この花植えてるもの襲ってくる鳥毎回倒して、鶏肉が手に入って、もう適当にここで焼いて十分なご飯になってる。だがここは結構ポテト使っちゃうよ。だからそのために大量にここで植えてた。ただこれ1回全部やったら1回で40個以上だから、ここにちょっと貯めてある。ここにちょっとだけね。あとこれなんか拾った。それで皆さん、これも作れて、そう、こういう、あ、今ないけど、小さい島に行って、これ小さめに行くと、これ必ず使える。あの金属探知機。それを使って、結構、チタンが手に入った。もう8個もある。そして、金属なくなったでしょ。今は46ぐらい頑張って集めたんだけど、前は船の強化で金属前なくなっちゃった。でも本当に強化してよかった。一切襲ってこないサメ、船に。もちろん泳ぐと襲ってくるけど、あの、もう一切襲ってこなくなった。ほらほらほら、蜂蜜ができた。ほら。これと、ガラスで、まだ足りないけど、蜂蜜が作れる。次の場所、まだ行ってないけど、タンガロアっていう、ここ次行きたいけど、死ぬと大変なことになると、あの装備が揃ってない、船で装備揃ってないと大変なことになるからね、皆さん見てよ、これマチェッテ、まあ前はあの金属の槍使ってたけど、こっちの方がいい。で弓と矢でスクラップフック、骨はまあそんなにいらないけど一応作った。でボディーアーマー、ヘルメット揃ってあるよ。あと何やろ。それで皆さん、バッテリー拾って、バッテリーほぼなくなってるからここに置いて充電してくれる。だからその燃料ガスみたいな結構いろいろ使う。だから蜂蜜は大事やね。
で悲しいことなんだけど、すごく悲しいことなんだけど、一匹消えた、私の家族から。誰消えた？アンナ？ミク？これはミクやろ？これはミナか。でこっちはミク。ミコ、ミコが急にいなくなった。理由わからない。そんなあスクリーチャーがいるような島に行ってないし、だって消えただけだから、あれちょっと悲しい。あれはそれはちょっと悲しい。それでご飯のことなんですけど、お装備も揃ったんですけど、見てください皆さん、野菜スープ大量に作らせていただきました。やっぱさ、冒険してる時にさ、やっぱご飯作るとかさ、水とかなんか大変じゃん、忙しいじゃん、地味に。だからもう全部準備しとこうと思って、これだけじゃない、これだけじゃない。隣の箱開けてみると、おーやばくない？ほらめっちゃ中が膨らむ、最高、最高でございます。まあ船はそんな感じかな、揃えたのは。ということで、あ、そう、そういう小さな島行ってめっちゃ物手に入る。ほらほら行ってみよう。じゃあこの小さな島行ったら目指しましょう、次の謎のキャラバンタウン。面白かったね、豚で、まあ面白くないけどね、あのみんな豚の病気になってさ、移動せざるを得なかった。今離れざるを離れざるを得なかった。あの熊の島よりなんか明るい感じで好きだった。ほら、ほらほらほら、もう見つかった。お、来たよ。こうやってなんかブリーフケースとかで、ほら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 、チタンの宝石、溶かしてチタンのインゴットを作れます。リタはめっちゃ料理して、めっちゃ板使ったからね。そして金属溶かしたりするときに使うし、ほらほらほら、ここでずっと板使うやん。でここもずっと板使うやん。でエンジンはもう板いらなくなってていい感じになったけど、あのそれでもやっぱ板がなくなる。ほらもう充電されて、で蜂3つができて、蜂の巣で、これとガラスを混ぜて蜂蜜ができて、この蜂蜜をここに置くっていう感じ。明日朝から新しいとこに行きたいと思います。6762、だよ。お、来た来た。じゃあこの青いやつ目指せばいいかな。ちょっとワクワク、次どんなの来るかわからんから。あと500、見えない。ご飯いっぱいあるよ、ご飯いっぱいあるよ。おりゃー、おお、え、え、見える？え、これじゃん。なに、バブルやん。なんか、ま、都市、都会、街、何これ。
でかくない今の。おお、蜂蜜はでかくない。今までの島よりでかくない。どれぐらいでかい、ちょっと大きさ把握できないけど、え、もう住めるじゃん。え、めっちゃでかい建物、普通の建物あるやん。人いるかな、人いるかな。これもうゲーム終了。ここに来て幸せに暮らせる。ていうか、なんかドームになってるからさ、外の空気はダメだったのかな。ここから入れるかな、入ってるよね。でも小さいよね、船が入らないよね。サメちゃん、どう思うこれ。お前も初めて見たんやろ。え、人いるかな。普通の街、めっちゃ高く作ったかな。浮いてる。おう、ちょっと待って、夜になっちゃったから一回寝て探検しよう。おお、おお、やりづらいから。水足りるかな。とりあえずこれでいいか。ラフトさん、サメちゃん、動物たち、行ってきます。うわ、いきなりゴキブリ。うわうわ、めっちゃゴキブリ。Plantation, elevator, surface access, storage area, generator, cafeteria. Surface, こっちの方が外に出れるから、先にこっち行こう。またこれか。楽しく探検できると思ったら、鍵とかなんかそういう仕事があるんですよね。わあ、じゃあとりあえず、最初はこの汚いところ。で、鍵探さなくちゃいけない。あー、いや、もう嫌になってきた。怖いのが出てきそうしさ。あー、やっぱいる、でかいネズミ。まあ、このゲームにだいぶ慣れたから倒せると思うけど。ステーキもらった。ネズミステーキ。とりあえず左。カフェテリア。食堂か。食堂に行ってみたいと思います。薄暗いな。気をつけとこうか、これ。これが食堂？食堂にしては結構キモい。え？足らない。お、早いな。あ、ダメージちゃんと与えてたね。いうことか。これが食堂？あ、向こうか。何もないね。拾えるもの何もない。ジェネレーターと、ストレージ。先にこれちょっと見て。あ、なんか。やっぱ先、先に食堂行こう。ご飯あるかな？あ！やっぱ弓矢の方がいいよね。食堂、しかも大きいね。あ、なんかある。
近づいてくるイカダを振り切ろうとして、タレがしきりにエンジンを吹かすように言ってくる。リアクターに負担がかかりすぎて、タンガロアの全員が海に放り出されるかもしれないと言ったのでのだが、それならそうなった時だという。分かったよタレ、望み通りにしてやろう。振り切ろう。他の人がいたか、いかたで寄ってきて入れないようにしとった。あんまり人来ちゃったら滅びるから。ぐらいね、やっぱつけよう。迷路じゃん。なんか、足らない。大変だね。でもそんなにダメージ受けないから大丈夫かな。お、発電機のパーツ披露。わかりました。発電機のパーツ拾って何かができるかな。よっしゃ、カフェティリアでした。ジェネレーターとストレージエリア。ドアは内側から鍵がかけられてます。お、ここは入れる。いた、ありがとうございます。持っていこうか。なんかあるよ、電気のパーツ。あ、ライト持ってきてよかったね。アイテム、残り物食べてやろうじゃないか。もったいないんですからね。お、おお、じゃああと一つで発電ができる。ここ何があった？もう完全に人いないパターンやなこれ。だって壊れてんじゃん発電機。お、発電させて何かができる。クレーン、あれのおもちゃゲームやん。登っていけないのかな。お、あ、いけないのか。ダメか。はい、暗い、やっぱ暗い。じゃ通れないか。どうすればいいんだろうなこれ。ストレージ行ったしね。あ、これいけないね。どうすればいいんかな。まだパーツ一個パーツ足りてないね。
どうしようなこれ。めっちゃ入りたいけど回った方がいいかな。他の入り口とかあるかな。ないかな。どう思いますか皆さん。他の入り口があるかな。この辺にはないよね。ないよね。お、発電機のパーツあったやん。持ってた？拾ってきてないよ。何も。あったじゃん。おお、来た来た来た。System is operational。ここに行けるためにどうすればいい？ああ、どれ取れるか書いてあるんだね。なるほど。あの、こういう線はまっすぐ取れる。多分こっちはこっちも取れるし、そっちも取れるけど、こっちは取れない。で、これでいけるか。これでいけるよね。できた。いきます。おお、俺は天才。きた。ファースアクセス。やったやった。お、なんかあるよ。ブループリント水パイプ。お、水パ、なんか何に使うんやろ。エンジンがうなりを上げ始め、全速力で2日間助走した。配線糸を調べたら冷却剤の共有口に、こう虫の死骸がびっしり詰まっていた。おお、ちゃんと掃除しろよ。技師の一人が外部のエンジンブロックを調べると、一人の少年と犬がいた。犬がいた。まあ、見つかってくれて本当によかった。もう少しで、そこは封鎖して立ち去ろうとしていたのだから。いや、怖っ。トリウムリアクターを封鎖しているが、これが終わったらおさらばだ。さらばだ。みんな去っていった？こっから。もう人いない？これで地上に出られる？おお、水？登れない。これ死んじゃうんだけど。あ、水と一緒に上がっていって上に出られるんだね。こうやって脱いで。大丈夫かな。登っていけんのかもね。え、登れない。登れないんだけど。
すればいい。エンジンが止まると我々は進める場所を探し求めた。どうやら虫の大群れが電気系中を焼き切ってしまったらしい。虫で？タンガロアの望みは絶たれてしまった。そこにタレがいた民への受けるとさらなる暴動が起きた。我々は安全な場所を見つけた。これからは船が必要になる。また船出して違うとこ行った。エンジンが壊れたぐらいでまだ使える。ここ閉めるじゃん。ちょっと待って、お、あー、ギブリ、あ、これ絶対死ぬやつ、傷を治すやつ。これなんて読む？あ、いいや、あの、もう一個しかない。あ、死にたくない。まあ、光ってない間に行けばいいですかね。お、バナナ、バナナ。バナナ持ってきてないやん。いいな。何かあるかな。全然見えない。あ、これ即死じゃないよね。当たったらもうテープを切ろう。何かに使おうかな。怖いなこれ。即死じゃなかった、よかった。生きてる、生きてる。お、イチゴ。よく見えないよね。待って。おお。イチゴや、食べよう。イチゴ。イチゴの種。いいな。ノート。メモ。バナナの木に見たこともないような虫の群れがいた。殺虫剤をかけてやったが動きが鈍りさえしない。コックピットはこちらの呼びかけに答えない。このままにしておけば虫が全てをズタズタにするだろう。それなら仕方がない。この化け物どもに真空の味というものを教えてやろう。虫大変だってね。豚、お、テープ。豚だったり、あの虫だったり、
ネズ、兄弟ネズミだったり。あ、これでドアが開いたか。いろいろありますね。またイチゴ拾ってやろうぜ。イチゴ、なんかある、そっち見えない。サーファースアクス、これで上いける。イチゴイチゴ、なんでしょう。テープがない。テープないや。あ、びっくりした。テープない。サーフェスアクセス。ローリングベイ。とりあえずイチゴがあるからなんとかなるでしょう。何も見えない。俺の部屋が眩しいかも。え？